大谷さん、私が間違っていた。ごめんなさい。米メディア・ジアスレチックのキース・ロー記者が13日、日本時間14日、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手の実力を見誤っていたことを認め、謝罪する記事を掲載した。ロウ記者は2017年に大谷がメジャー挑戦を表明し、日本ハムが大谷をポスティングしたとき、私は彼を完全に投手としてしか見ていなかった。彼のプレーを見て、 パワーーととスピードを持っってていいることは分かっていたしかしメジャーリーグで投打両方をこなすには膨大な作業量が必要なので彼が打者になれるほど打つことができるかどうかについては本当に疑問を持っていた実際に十分に打てるかどうか疑問があると判断していたと藤田二刀流が特に打撃面がメジャーでは両立しないと考えていたようだ打者大谷は日本での最後の2シーズンで613打席に立ち161三振していた 三振率最終17年は231打席で63三振同27.3%だった同期者は大谷は日本のスターであったがその資質の選手としては高い三振率を持っており日本のプロ野球で4分の1以上の確率で三振しており選手のスイングやアプローチに関する情報がなくても日本のプロ野球からメジャーリーグに移籍する選手としては高い三振率を持っており日本のプロ野球で分の以上の確率で三振しており選手のスイングやアプローチに関する情報がなくても日本のプロ野球からメジャーリーグに移籍する選手としては 非常に高いい三振率だと判断していたメジャーでは打者は全体的により高い投球能力に直面しており三振率は年々下がるどころか上がる傾向にあるメジャーは明らかに日本のプロ野球に比べて投手の実力が高く三振率は下がらずに上がる傾向があったそのことを考えると打者大谷がメジャーリーグで通用するためには大きな課題になると考えていた例えば今季レッドソックスに移籍した吉田正隆は NPB での過去2年間の三振率はわずか8.1%と1桁だっただが MLB1 年目のシーズンの今年は12.9%まで上昇したしかし大谷は2018年シーズンスプリングキャンプこそ苦労していたようだがメジャー移籍後メジャーの投手に細かく適応を始めた初年度こそ内角低めのコースに課題を抱えていたしかし2018年 出塁率は3割6分1輪と高く長打率も5割6分4輪とパイアベレージを残し OPS は925怪我もあり規定打席に達することはなかったがエリートとしてその片輪を見せた苦手な内角の球も徐々に克服していった対左投手の成績も向上させ2018年には44%を空振りしていたチェンジアップもその後は全シーズンで37%未満とした 打席に占める三振率は2018年から27.8%、25.9%、28.6% 25.、29.6%、24.2%、24. 23.9%と改善させていった。その方法も三振を避けるためにスイングを小さくすることではなく打ち損じを減らした大谷は弱い打球となるソフトコンタクト率が10%未満でメジャーで10位以内に入っている。 強い打球を多く打つことで出塁率長打率本塁打でリーグトップレベルの打者へと成長した同記者は高い三振率にもかかわらず大谷はボールを非常に強く正確に打つことができるため生産的だ今期の彼の右往は唯一すでに10に達しているメジャー全体で圧倒的なトップに立っているどんなシーズンでも MVP となるスタッツだ常に少数の打者しかできないし このプロフィールを他の選手で求める球団は幻想を求めるようなことかもしれない彼のような選手をもう一度見ることはないかもしれませんと大谷が自分の予想を超える唯一無二の打者であると認めて公開謝罪を記事に投稿している大谷が13日日本時間14日敵地マリナーズ戦を欠場した右脇腹の張りのため10試合連続での欠場となった4日 同5日の本拠地オオリオールズ戦試合前のフリー打撃で右脇腹の針を訴え欠場が続いている大谷試合前にネ、ね、ビン監督は「今さっき彼と少しだけ話をして彼は今日は出ない」と言い切り「今後の復帰についてはさっき話したけどその内容は私たち2人の中にとどめる今日は彼にとって復帰にいい日ではなかったということだ」と話すにとどめた。 報道陣から、まだ少し痛みがあるかとの問いかけに、私の知る限りそうだ。とにかく今日は出場するのに適した日ではないと話した。大谷は試合前のクラブハウスで同僚とゲームを狂じるなどリラックスした表情を見せた。そして試合後は、ベージュのジャケット、ブルージーンズとカジュアルな装いで、記者へお疲れ様でしたの言葉を残し、水原通訳とともにクラブハウスを後にした。 シャワー後で濡れれたた髪のままスタジアムを離れたその表情はすっきりしたようにも見えた15日は試合がなく16日からは本拠地でタイガース3連戦今季のレギュラーシーズンは残り本拠地9試合敵地6試合の計15試合となった復帰は大谷本人のゴーサイン待ちだが16日からの本拠地タイガース戦以降となる見込みだ NHKBS マリナーズ戦中継内で解説者の小早川武彦さんは私も脇腹故障の経験があるんですけどやっぱり厄介な場所時間かかるなと大谷の現状をおもんぱかったさらにその後スイングだけでなくいろんな動作ランニンニグ、守備、スイングだけならできるがいざゲームになると急にバットを止めたり投球を避けたりといったとっさの動きで悪化させる しっかり直さないととと経験者としてアドバイスを送った大谷はここまで投打同時出場23試合を含むチーム最多の135試合に出場しア・リーグ最多の44本塁打同4位の打率3割4九95打点20投塁をマーク本塁打数は2位のルイス・ロベルトジュニアホワイトソックスに9本差をつけてキングを独走し打点部門は1位のカイル・タッカー。 アストロズを急打点差で追っている大谷は契約最終年を迎えておりコンオフにフリーエージェント FA となる二刀流として球界を席巻するスーパースターの移籍先に関する予想は絶えないが有力候補としてロサンゼルス・ドジャースが挙げられている米メディアスポーツ・イラストレーテッドのサラ・モリス記者がその理由について言及した。大谷は勝利を求めているが エンゼルスに在籍した6年間で一度も勝率5割を超えたことがない本人は公言するつもりがないがエンゼルスから移籍する可能性は極めて高いとみられている一方でドジャースは2013年以降毎年ポストシーズンに進出しているしかし今季終了後ドジャースが JD マルティネスと再契約する可能性は低くマックス・マンシー内野手は二塁しか三塁手としてプレー可能だモリス記者はいずれにせよ ドジャースは興味を示すと予想されるとしドジャースはおそらくマルティネスと再契約しないだろうから指名打者 DH が必要になるだろうそして大谷はそのニーズに応えるはずだ大谷が再び投げられるようになったら彼は一流のリリーフ投手になるかもしれない彼はまたエースレベルのスターターとしての能力を取り戻すかもしれないこれからのオフシーズンは大谷の怪我で何が起こるのか それがフリーエーエジェントにどう影響するるのかを見るのは興味深いいこととになるるだろうと報じているまたカリフォルニア州地元紙ロサンゼルス・タイムズのディラン・ヘルナンデス記者がつかんだ情報によるとドジャースはシ平大谷が負傷しているにもかかわらず彼との契約を望んでいるオフシーズンはずっと追いかけ続けるだろうと言及そして大谷が以前から熱望するヒリヒリした10月を過ごす環境として 大谷にとってドジャースは最良の選択肢であると断言している加えてランスリンジョー・ケリーブレイク・トライネンを含む主要なベテラン選手の来期オプションを拒否すれば財政的により柔軟になる可能性があるとも指摘大谷獲得へベテラン放出も辞さない構えを示しているドジャースは過去10シーズンで9度もナ・リーグ西地区を制している名門で ポストシーーズン進出の常連チーム今シーズンも88勝57敗で圧倒的な強さを発揮し同地区首位を独走している右肘の故障もあり来年大谷がマウンドに登板する可能性は低いがドジャースがコンオフの獲得に興味を持ち続けている理由としてヘルナンデス記者は次のように持論を展開しているエンジェルスのようにあるいは他のチームのように 彼に過度なな負担をかけることはない。ドジャースなら彼がマウンドに復帰するために必要な専門知識と復帰後もフィールドに立ち続けるために必要な環境を提供できるまたポストシーズンでの戦いを渇望する大谷にとってキャリアを決定づけるような挑戦がドジャースならできるはずださらにヘルナンデス記者は大谷の代理人であるネズ・バレロ氏が「 再び二刀流でプレーすることが最優先事項だという条件についてもドジャースはそれを実現させることができるし10月の野望を損なうことなくできる明確な位置にいると自信を持って述べている果たして大谷は来季ドジャースブルーのユニフォームに袖を通すのか